どうも、スクエアスカーです。では、今回もファイナルファンタジー零式の実況プレイを始めていきたいと思います。さて、皆さん、お待たせいたしました。やってきましたよ、僕は。ちょっとお待ちください。イスカ潜入作戦だっけ？まあ、それクリアしまして、まあ、ゴーレム受け取ったんですけども、まあね、そのゴーレムのレベルがちょっと低かったので、はい、こちら、41にちゃんとしてきました。まあ、裏の方でちゃんと育てておきました。で、まあ、それに伴って、まあ、彼らのレベルを少し上げて、あとトレイの夏服も手に入れておきました。はい、こんな感じで切り替えることができます。はい、というわけで、まあ、裏作業の報告をいたしました。では、早速、今回もやっていきたいと思います。今回は、一体何があるんだろう。または魔導員探索とかかな。まあ、魔導員探索とかだったら、または前編後編でやっていくと思いますけども、とりあえず、やっていきましょう。あれ？ほったらかしか。それじゃあ、ここに入っていきますか。あれ？音楽変わってんだけど。まあ、とりあえずレブさんに切り替えておきますか。あ、そっか、前回のミッションの時、あれ、なんだっけ、水路から進んだから街並みとかよく分かんないんだもんな。それじゃあ話しかけていきますか。民間人は立ち入り禁止です。危険ですので避難所に待機をしてください。何があった？おお、そのマート幻のクロスゾーンでしょ。助けてください。私はこの町、ここの町長を務めさせてもらっているものです。イスカ地方は広告軍の指揮官が出没していて、町民たちは不安で夜も眠れる日々を過ごしています。それで軍に出勤要請をしたのですが、居住区の対応だけで手が回らないらしく、このままではイスカ町民は戦争ノイローゼです。病人続出で復興どころではありません。お願いします。イスカ地方にいる広告軍の指揮官を倒して町民たちを安心させてくれませんか。多分これあれですけどね、エンカウントで登場する指揮官を2人倒してきてこいって感じか。まあやって、わかりました。引き受けてくれるんですね。ありがとう。復興してないってことこれ。やばくね。イスカはもう終わりだ。建物は壊され、家は焼かれ、水は毒で汚染されてしまった。こんな状況でどうやって生きていけってんだよ。それは、まあ、私の夫を探してください。まだ生きているはずなんです。お願いします。うわぁ、そういうことか。まあ、復興してない状況ってことか。地下水路の山のような死体、あれは全て民間人なのです。女子供になって容赦しないなんて。広告の歴史は人間じゃありません。ごめんなさい、皆さん。ちょっと笑いそうになりました。ごめんなさい。笑っていい場面じゃないよね。さすがに今回は。今回はさすがに笑っちゃダメな場面なのに。ごめんなさい。街のあちこちで、今もゴーゴーと戦火が上がっています。どうにか生き残った民間人も、避難所暮らしで疲れ切っています。わー、ひでえな、広告。ほんと許せねえよな。産業都市、イスカは、スザクを代表する大都市でした。ここもともと大都市だったんだ。そのイスカがこんな無残な姿に変わりはせてしまうなんて。なるほどな。前回のあのミッション、まあ急いでたから、まあ死体のとか見る暇なかったんだけど、まあ転がってたんだろうな。まあ編集の時とか、まあ動画上げた時とかでゆっくり見ることにします。わずかですが、補給物資が残っています。何か買っていきますか？こういうやつか。
まあいいや。まあもし必要だったらまた後で買うことにします。ではまあまさかのイスカッチ砲は復興していませんでしたということなのでね、まあちょっと今回は広告の指揮官を倒していきたいと思います。多分この服に出てくると思いますので、ではまあ広告の指揮官倒す模様はまたカットでお送りしていきたいと思いますので、それではカット。はい、というわけではい、指揮官を2人倒すことに成功いたしましたので再開していきたいと思います。指揮官はまあ割と余裕で今回出てきてくれました。まあその後連戦して2人倒したのでなんとか簡単にクリアすることができました。ではイスカに入っていきますか。まあそれにしてもな、やっぱいつ見てもひどいよな広告っていうのは。ありがとう、さすがですね。そんなに若いのに頼りになります。これはお礼だから受け取ってください。ガードエンブレムですか。ありがとうございます。あれ、あ、戻った、あ、戻ってくれた。ああ、あ、よかった、戻ってくれたんだ。へえ、やったじゃん。やったね。や、まあそうだよね、やっぱりこの音楽が一番いいよね、やっぱり。よかったよかった、復興しないものかと思ってたんですけども、なんとか復興してくれましたね。では話していきますか。補給部隊の兵士の皆さんが遺体を回収してくれたそうです。今は町のみんなで瓦礫を片付けています。まだまだ先は長そうですけどね。いつかはたくましい町ですから必ず復興してみせますよ。よかったらまた立ち寄ってくださいね。まあそうだな、まあ機会があったらまた寄ってみましょう。産業都市イスカはミリテス公国との国境に位置しています。そのため過去に何度も白虎の襲撃にさらされてきました。それでもこの都市はその戦乱のたびに力強く復興してきたんです。今回も絶対に負けませんよ。私たちのイスカを私たちの力でイスカを復興させます。なるほど。補給物資は届きましたが民間人への支給を最優先しています。あ、これは多分一緒かな。うん、だね、一緒だね。僕の町をこのようにされちゃって悔しいけどさ、くよくよしたってしょうがない。上を向いて歩かないと。まあ上を向いた先にメテオがあるってことはまあ今回はないと思うけどね。まあ何のことかわからない人は、まあ、ファイナルファンタジー7の実況動画をご覧になってみてください。この町に美味しいケーキ屋さんを建てるのが私の夢なんです。戦争なんかには負けませんよ。私は絶対にいつか店を持ちます。頑張れ。まあ、俺もね、いつか絶対に有名実況者になってやる。そして YouTube の公式チャンネルになるぐらいにまで成長してみせるから。もう皆さんもぜひ応援してくださるようよろしくお願いいたします。では、話を続けますか。いつかだって町があるだけマシな方かもしれないよな。トゴレス地方なんて要塞ごと吹き飛んじまったって聞いたぜ。まあ確かにな、そうだよな。広告一人攻めるためにはビッグブリッジ突破の必要があります。おっと来ましたね、ここで出ますか、ビッグブリッジ。ビッグブリッジっていうのは FF でも有名なまあ橋ですよね。確か FF5 がまあ初出でその後行く何回かに分けて出てきてるんですけども、まあ、ビッグブリッジっていうのは、まあ、要するに、日本史でいう五条大橋のことですよね。ギルガメッシュの、FF のギルガメッシュのモデルが弁慶だっていうので、まあ、弁慶にちなんでビッグブリッジ、まあ、つまり五条大橋がモデルになっているとされています。西方のメロエ地方にあるビッグブリッジは、広告屈指の精鋭が守っていると聞きます。正面から突破するのは自殺行為ですね。なるほど、じゃあ白虎の一人行けるのはだいぶ先ってとこか。あの服装どこかで見覚えがあるわ。あ、変質者ね、軍連部長に報告。いつかに変態現れ。変態、マジで。あの男この相手からずっとあそこにいるんですよね。スザクの人間には見えませんが、え、なんだあの男。え、話しかけてみるか。アトラだって。我が輩は偉大なる玄武の旅人アトラだ。あ、玄武の人なんだ。あ、
剣部に生き残りがいたってことか。へえ。ふむ、そなたは朱雀の候補生か。ここで出会うのも何かの縁、一つ頼まれてことをしてくれんか。ええアトラですか。まあ話は聞いてみますか。このオリエンスにはルシの奇跡という偉大なる奇跡が起きている。我が輩はその奇跡を集めるために国を離れオリエンス中を回っている。ルシの奇跡を見つけたら我が輩に届けてはくれまいか。すでに何個か集めてますけど。あの石は使命を果たしたルシたちのクリスタルの破片、歴代のルシたちの最後の思いが刻まれているのだ。我が輩の元へ届けてくれればその思いを読み解こう。じゃあ届けますか。それは我が輩が求めるミズアの奇跡ではないか。そなたが持つミズアの奇跡をスバルが我が輩に譲ってはくれまいか。まあ持っててもしょうがないからね。まあ欲しいんだったらあげるよ。おう、我が輩にくれるというのか、かたじけないでござる。見える、失われしルシの記憶が我が輩の中に流れ込んでくるとが見える。スザクルシ、ミズア、どうやら使命を果たせたようだ。250年にルシになり、魔導院で生活するようになってから20年。我が使命が何なのか、私には分からなかった。しかし、魔導院に、魔法の耐久を司る組織ができたとき、使命を知ることができた。そして、眠りにつく。じゃあ、魔導院の魔法の、元祖みたいな、そんな感じか。奇跡に秘められたルシの記憶、そなたにも見えたはずだ。我が輩が集めたルシの奇跡は1個、世界には残り42個の奇跡があるはずだ。もしかしてこれ1個ずつやれってことか。今アイテムでどれくらい持ってる。奇跡は今のところ、カハラヤの奇跡に、ユウの奇跡、ユギノの奇跡、ユカの奇跡に、ルリハの奇跡、まあ、ここぐらいあるか。まあ渡していきますか。カハラヤの奇跡渡しますか。カハラヤ、ルシというものになって15年、クリスタルの意志に従い朱雀の民となるものを守り続けた。その甲斐あり朱雀クリスタルの抱く国が生まれた。王暦123年。これでやっと私も眠れる。じゃあもっと前の人ってことか、カハラヤって。じゃあどんどん渡していきますか。それじゃあ竜の奇跡も渡しますか。50を迎えようが、迎えようかという時にルシになり満たされた。私の知識はいつしか美しい樹形図となって開花するだろう。朱雀の新たな力は東の大陸のあいつらを倒した。王暦252年、使命を果たした以上の充実感を得ながら私は眠ろう。民よ、私が教えた魔法を伝えるがいい。朱雀の名とともに。なるほど。ルリハか、次は。ソウリュウか、今度は。私はソウリュウクリスタルに仕えしているし、生まれたのは王暦235年だった。でもよくわからない。青龍殿が作られた奈落に夢中で何かを閉じ込めた。それがすべきことだったから、それがクリスタルの意志だったから、もう私のすべきことはない。はい、では次にユカの奇跡。王暦316年、クリスタルの命を受けてルシとなった私はその導きのままに僧侶へ向かった。その時は何をすべきかは分からなかった。だが今日分かった。今ここでルシの力を使えば、ルシだと思われないようにそっと使えば、僧侶の王宮は混乱に陥る。それが使命。なるほど。もうないかな。まだあるか。ユギノの奇跡。今は666年か。傷がうつく。俺の使命はルシを倒すこと。一体この世界は何体のルシを乱しているんだ。まだ傷がうつく。傷の治りが遅い。そうか、使命は果たしたんだな。これで。
なるほどな。ああ、これでもう今の時点ではもうないってことか。今王歴、王歴今800何年だっけ？だとすると120何年とかっていう人いませんでしたっけ？まあ800何十何年っていうんだから、まあルシの歴史は長いってもんだな。もうあと何もない感じかな。あ、誰かいる。うひひ、あんたらが噂のクラスゼロか。ドクターレシアから話は聞いてる。マゼンタファントマを40個持ってきた。とっておくのぶつくと交換したやつ。マゼンタファントマって何？マゼンタファントマってどういうこと？まあいいや。あ、そうか、こっちにもいるんだな。燃える、燃えてしまう。まだ牢が20年も残っているのに、俺の家が燃えて灰になる。お気の毒に。ま、家は壊されちゃったけど、私たちだってラッキーな方よ。旦那はここへこんでるけどね。まあな。ちょっとどいてちょうだい。瓦礫の片付けで、こっちは猫の手も借りたいのよ。まあ猫の手は貸してあげられないけど、軍師の手だったら貸してあげられるよ。俺はアクビーから来た商人だ。アクビーって確かあれですか、あそこが。マトや殺すには刃物はいらぬ。雨の日、雨の3日も降ればいいってね。雨でもないのにこもってたら、商売上がったりだ。外に出させろ。イスカ周辺では広告群の出没を確認しています。まだ外には出られませんよ。なるほど。ほとんどの子供たちがまだ被弾者生活よ。早く復興させて安心させないとね。なるほど。これでひとまず全部かな。まあ多分これで全部回ったとは思うけど、まあとりあえずまた何かありましたら、まあその都度、まあ、ダイジェストでお送りしていきたいと思います。それじゃあこれからどうすればいいのかな。ではまあではまあ特になんもない感じだから、ひとまず魔導院へ戻るよ。あれやればいいのかな。それじゃあ魔導院へ戻りますか。ああ、ムービー始まるか。閣下、霊柩号より報告です。現部にて捜索対象を発見。3号機の起動を開始。完全な制御下に入るのは明朝ひとひと丸々の予定です。ようやく来たか。旧機関代替品の方がよく働くとはな。なるほど、現部にて何か動きがあったってことか。王歴842年、炎の月29日、ミーシェス公国はロリカ同盟跡地より玄武クリスタルを発掘。軍の制御下に置くことに成功した。わ、玄武クリスタルが白に渡ったか。ロリカ同盟はミリテス公国に完全吸収されることとなり、旧同盟領は公国の版図となった。マジか。この事実はオリエンス各国に速やかに通達され、スザク領ルブルム、コンコルディア王国の両国に深い衝撃を与えた。やばいな、白虎がどんどん強くなっていくやんそれ。これを三国志に例えるならば、白虎は間違いなく魏ですよね。まあ曹操が、主体となっている魏の精鋭ですよね。まあ曹龍が、なんとなく五にしとくか。五で、朱雀が蜀ですよね。ああ、曹龍と朱雀が組んで、白虎軍を撃退すれば、赤壁の戦いのような展開があるといいんですけどね。そのためには東南の風と、船と、あと、火計戦が必要ですけどね。あと、諸葛亮先生と、周瑜と、郊外と、いろいろ必要ですけど、いいや。三国志ネタはこのくらいでいいでしょう。とりあえず、進めますか。
あ、また3日と12時間か。次の作戦はきっと大丈夫。あ、22か。一気に跳ね上がったな。まあいいや。あなたは、イスカ地方にはロコル鍾乳洞があるんだ。古戦場もいいが、俺は鍾乳洞の方が気になる。なるほど。はい、というわけでまた探索会ということなんでね。あなたは、あ、実践演習か。ここで実践演習選べるってことか。この実践演習はクラス1をはじめとしたトップクラスの候補生を対象としている。演習と名はついているものの、実践であることに変わりはないというないところが、任務達成率 10% 未満の超難関任務だ。マジかよ。実践演習の負傷死亡に関しては当局は一切の責任を負わない。マジかよ。はい、まあこれを、まあ受託するには12時間が必要とされる。はあはあはあ。うわっ、36とか。無理無理無理、ごめんなさい。無理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 です、ごめんなさい。臆病だからではない、君が賢いからだ。まあ言い方がちょっとムカつく感はあるけど、まあ仕方ないわな。まあこの霊式は確か周回制だというので、まあ2周目3周目で改めてやってくれって感じですか。まあいいや。くっそ、ムカつくぜ、昼旗のやつ。おい、愚痴聞いてくれるか。あ、じゃあ聞いてみますか。俺のクラスメートでよ、昼旗ってやつがいいんだよ。いつもイテリぶってて偉そうに伸び上がって、何が矢野が好きだから思いを伝えるべきですだ、知ったような口聞きやがって。んでよ、俺がちげえよって言ったらムカつく笑みを浮かべるんだぜ。とにムカつくぜ。ああ、なんでお前に愚痴るかって、そりゃ愚痴じゃ昼旗に勝てねえからだよ。まあ告っちまえばいいのに。なんだっけ、円楽君だっけ、円楽君だってこのレブキャンディー、まあ告るのにすげえ悪戦苦闘してるんだぜ。まあいいや。ではこれからまあ魔導員の探索と参りたいと思います。まあ、探索についてはまたダイジェストでお送りしていきたいと思いますので、それではカット。あなたは、よう、私は2組のなでひこ。2組のことを教えてあげようか。はい、どうぞ。2組の結束力はすっごい強いんだ。みんな仲が良くて一緒に戦えることがすごく嬉しい。こんなご時世だけどバカなことばっかりやって隊長に怒られたりするもんだ。トニー、そりゃやる時はやる連中だけど、要はガキなんだよ。だからいつも女子が面倒見てやってんだ。クロスゼロはどう？男子が引っ張ってないの？足引っ張ってないの？ま、男は基本バカだからな、仕方ないか。あ、仲いるね。やれやれ。あ、クオンか。お前クオンだったのか。とあるアクセサリーを探していました。そのアクセサリーは人の魔力を飛躍的に向上させるという伝説があるのです。そしてついにそのアクセサリーを持つ人物を見つけました。魔法局の長であるドクター・レシア。どうしてもそのアクセサリー一目にお目にかかりたいので、今から私はドクターの部屋に探しに行きますね。ということで見張りよろしくお願いしますよ。あー、じゃあ見張りますか。ふむふむ、これは違いますね。いやいや、これも見当たりませんね。目的のものは見つかりませんでした。さすがはドクター列車というところですね。大切なものはどこかに隠して保管しているようです。ですが、いつか探し当ててみせます。ドクターのアクセサリーを。え、どうして直接頼まないのかっておっしゃるんですか。それはドクターに直接見せてくれというよりも、自分で探した方が目的を達成する確率が高いと分かっているからですよ。ま、ドクターはクラスゾリーはお優しいようですから、ご理解いただけないかもしれませんけどね。いや、でもレムちゃんにはまあめっちゃ冷たかったけどな。はい、ではパープルファントマ、確かパープルって持ってなかったっけ。ああだよね、もう持ってるよね。皆様の働きを見て、新たな力をクラスゾルに渡すようドクターから指示をいただきました。今からお渡しするこの力は未知の可能性を秘めています。もっと大きな力となって手助けしてくれる日が来るでしょう。何々、究極魔法スザク。スザク、作戦開始時の、あ、
これもまたあれか。賛美一体や軍神と一緒のタイプか。究極魔法であるスザクを栄称することができます。ボタンを押している間はスザクのレベルが上昇していき、ボタンを離すと発動します。なるほど、スザクですか。はあ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 。究極魔法スザクですか。まあそれもまたお化け動画でまたやりますか。キヨだって。私あまり戦いは好きではありません。でも仕方ないから敵を殺しています。じゃあ話聞いてみますか。私将来のためにここに来ました。スザクの候補生はエリートガイドだと母に言われたのです。しかし今は候補生エリアは兵隊に過ぎません。母が私の心配をし毎日のように手紙をくれるので仕方なく私は母に嘘をつきました。私には出撃命令は下っておらず、今までの生活と何ら変わらないと手紙に書きました。母から安心したという返事が届いた日、私は戦場で8人の広告兵を殺しました。ですが私のついた嘘は正しい嘘ですよね。なんかみんないるね。シド・オールスタインは全皇帝が行方不明になってから広告の派遣を逃げたっていう話だ。なるほど、シドですか。今日今更なことなんですけども、今回シドって飛空艇に関わらないんですね。歴代の FF では、シドといえば飛空艇というイメージがあるんですけども、今回は関わってないんですね。まあいいや。イベントか。白虎の軍事パレードですか。あの気象、あれが広告元帥シド・オールスタインか。果実我ら広告はルブルムに致命的な打撃を与え、ロリカ同盟を完全に沈黙させた。これはより大きな革新への第一歩である。もう完全に死の早々ですよね、これ。旧態依然とした慣習に甘んじ、古き秩序を奉じる行為は進歩の放棄に他ならない。進歩を伴う変化を恐れぬことこそ真の広告民である。同胞たちよ、銃を取り新しき秩序への道を開け。我らミリテス広告こそオリエンスの導き手アギトとならん。いや、それはない。アギトとなるのは俺たちクラスゼロだからな。シノのおっちゃん悪いけど、アギトとなるのは俺たちだぜ。よく吠えるこった。オリエンスの覇権を握るためアギトの名を利用しているのでしょうね。本当にあのシドのおっちゃん早々ですよね。あのカトル少佐いるじゃないですか。あの合体のカトル少佐が加工を飛んだとすればもうマッチしすぎてるじゃないですか。あのシドのおっちゃんが早々で、あの加工とというのは早々のいとこで、義の 最前線で戦ってきた名将ですのでね。もう本当にカトルが加工飛んで、シドが早々ですよね、完全に。クラスゼロはエミナ教官と顔見知りだったような。あ、エミナってあの人ですよね。実はここだけの話だが、エミナ教官が白虎の密偵だという疑惑が浮上してるんだ。マジで？エミナさん、白虎とつながってんだぞ。いや、それはないぜ。それだけはやめてくれ。真偽を確かめるには、白虎の密偵同士で仲間であることを証明するための認識番号の刻印を見つけることだが、確証がない以上、当局としても乱暴な手段は取れない。そこで、魔法局でその刻印を見つけるための特別な魔法を開発している。その魔法が完成したときには、クラスゼロにも協力を仰ぐことになると思う。その時はよろしく頼んだぞ。あの人が白虎のスパイ？そりゃないぜ。ちょっと確かめに行きましょうか。あの優しいエミナさんが
嘘だ、そんな認めないぞ俺は。認めたくないそんなの。ちょっとエミナさん、白子の密偵だって本当ですか？会いたかったよ。嘘でしょ、信じないからね俺は。あら、どうしたの？そんな神妙な顔しちゃって。なるほど、私が白子の密偵かどうか疑わしい。だから証拠の刻印があるか確かめるために服を脱いでほしいっていうのね。いや、そこまでは言ってないですよエミナさん。服脱げなんて言ってないですよ。いいえってできるわけないでしょ。大胆なこと言うのね。わ、びっくりした。私の裸は君には刺激が強すぎるよ。いや、レムさん、はいはい、女だからね。冗談はこのくらいにね。あんまりしつこいと怒っちゃうぞ。いや、レムさん女だからね。まあ、あれだよ、あれあれあれ、まあまあ何よか、まあ要するに、まあ僕個人としては刺激が強すぎるとは思いますけども、レムさんは女だからね。まあ刺激はどうのこうの関係ないか。まあ刺激といえばあそこに突っ立ってる牧田くんの方がまあ刺激が強すぎると思うけどね。まあ話しかけてみるか。いや、牧田、大丈夫か？レム、喉に、なんか詰まっちゃったみたい。レム、どうしたの？そんな神妙になっちゃって。頼む、お願いだから正直に言ってくれ。何？病気どのくらい悪いんだ？病気なんかないって。あ、喘息のこと？それなら大…やめてくれ。俺にだけでいい、話してくれ、頼むから。本当に何でもないの？どうして言ってくれないんだ？俺が頼りないからなのか？まあそれは間違いではない。お前が頼りないのは間違いじゃないよ。あ、ごめんなさい、マキナファンの皆さん、ごめんなさい。マキナ、気にしすぎだってば。本当に私は大丈夫。あ、演習の時間だから私行くね。くそ、バカ野郎、嘘が下手すぎるんだよ。まあマキナは幼馴染だからな。まあレムさんの、まあ、病気のこともまあ承知してるんでしょうね。まあいや、とりあえず探索の方を続けていきましょう。いや、ちょっと待って、探索今時間どれくらい経ってんのかな。ちょっと今時間の方を確認してみますね。はい、時間の方を確認してみましたけども、まあちょうどいい時間帯だったので、今回の動画はここで終わりといたします。次回、魔導員探索の後編となりますけども、果たしてそこで待つものとは一体、ぜひご期待くださいませ。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はスクエアスクエアでした。チャンネル登録待ってます。バイバイ。エミナさん、本当に白子の密偵なのか、あんたは。俺は信じないからだ、絶対に。プレイステーション。